皆さんどうもこんばんは、日本フォロソフィー協会で会長をさせていただいてます中須賀信之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。今日はですね、僕はお休みでしたので朝から畑に行きまして、畑活というか畑をみんなでやりましてですね、お休みなので夜はバーベキューということで今火起こしをしている最中でございます。なので火起こしをしながら、今喋らせていただいているんですけど、火起こしをする傍ら、みんながねオンラインコミュニティにくれた自己紹介になんかコメントを返したくなっちゃいましたので、そのコメントを返しつつ、さっき、届いた郵便物がですね、マスターフォロソファーの、あっちゃんにですね貸していた本がですね返ってきたんですけども、ずっと前に貸した本だったんですけどね、それが返ってきて、あ、もう一回読もうっていうふうに思ってたらまさかの10円が足りないということで、10円不足だから、届けてほしかったら10円郵便局に払いに来いという通知の手紙でして、明日払いに行こうというふうに思っております。なんだろうなこの複雑な気持ちはというふうに思いながら、今度あつこにチーズ味のうまい棒をおごってもらおうというふうに思っている最中でございます。で、あ、畑もですね、なんだかんだ続いておりまして、で今日はですね、何したかっていうと、無塩炭化器を買って、でそれで炭を作ろうとかして言ってやってたんですけど、やっぱりね、無煙って言ってもやっぱ煙が出るし、昨日雨だったんで特にね水分が蒸発的に煙が出ちゃうので、で結構ね近くに住宅街もあるからあんまり印象が良くないかなということで、一旦取りやめたんですね。でそしたら藤田君がうちの裏だったら全然煙出しても大丈夫ですよみたいな感じだったんで、で藤田君に持って帰ってもらって炭をいっぱい作って、藤田君家にはね竹林もありますんで敷地内にね、なのでその竹を伐採して竹炭をいっぱい作ってもらおうって言って持って帰ってもらったんですけど、よくよく考えたらこれ僕が買った無煙炭化器なんですけど、藤田君が、家で普通に使うって、あれなんかよく考えたらこれ藤田君に無煙炭化器買わされたんじゃねえかという一抹のなんか思いがよぎってきている最中でして、この場を通じてですね藤田君ぜひ、全然家で炭使ってもらってもいいですけど、僕らの畑用の炭もいっぱい作ってほしいなってことを切にお願いしとこうかなというふうに思っているところです。よろしくお願いします。はい。で、今日はどんな話をしようと思ったかと言いますと、僕らのねお仕事で、どうしても施術を受けに来てくださる方がいて初めて成立するというお仕事になるので、まあなんだろうな、ある種、選んでいただくっていうところがすごい大切なのかなというふうに、まあそれはもう変わらず思ってるんですけど、マスターフォロソファーの皆さんもね、おかげさまで少しずつ少しずつ増えてきていただいて、僕の住んでる滋賀県なんか結構なマスターがもうすでにいるんですね。でなので例えば新しくマスターさんが施術院をオープンしましたよとかっていう風になって、そっちの方がうちよりその方の家から近い場合ちょっとあっち行ってみようかなとかも言われるんですよ。で僕は全然それは素晴らしいことだなと思ってて、その方が結局ね施術を受けてくださって、元気になったり、毎日が楽しく過ごせるっていうのが一番大事だと思ってるので、そういう連鎖がね生まれたらいいなというふうに思って普通に紹介させていただくんですけど、ってなるとね、なんかいろんな、まあそれってすごいいいなっていうふうに思うんですけど、中には多分それに対していろんな感情を抱く人もいるかもしれないなっていうことがちょっとこの前あったので、ちょっと今日はそんな話をしたいなというふうに思います。でどういうことかというとですね、ずっと僕がですね、見させていただいてた方っていうのがおられるんですけど、まあ、去年僕が値段をちょっと変えさせていただいたっていうのもあって、でそしたらたまたまその方の家の近所で、マスターフォロソファーの方が施術院をオープンするということで、
じゃあ、そっちにちょっと行ってみようかなっていうふうにおっしゃいまして、あ、どうぞどうぞということで紹介させてもらったんですね。で、まあ、そっちに行ってて、でその方の、主な症状っていうのは基本的に腰が痛いとか、結構足がむくんじゃうとかっていう症状があるんですよ。で、なので、僕もいつも、いろんな見立てをしてその方の体と向き合わさせていただいてたんですけど、そしたらですね、また、どれぐらい半年ぐらい経ったのかな、でまた連絡をいただいて、ちょっともう一回また見ていただけませんかみたいな連絡をいただいたんですよ。で、まあ、どうかしたのかなっていう話をしてたらこの前来られて、結局なんか初め腰が痛いっていう思って行って、それは結構すぐなんかマシになったらしいんですけど、またさらにですね、なんかしばらく経って、足のむくみと、腰の痛みっていうのが出てきて、でちょっともう一回僕の見立てを聞きたいなと思って来てくださったっていう話だったんですね。で来られた時に見させてもらったら、その方はもともと自律神経系があんまり強い方ではないんですけど、まあ、これあくまで僕の見立てなんであれなんですけど、見させてもらったら、頭蓋の中の、下垂体とか視床下部の周りの膜が結構硬かったですよ。でそれだけじゃなくって、目の周りとか視神経とかが結構消えたので、どうかしたの、今までそれはなかったのでどうかしたのかなって思って聞いてみたら、なんか、眼瞼下垂の手術を受けたらしいんですね。で眼瞼下垂ってのはまぶたが下がってくるっていう手術なんですけど、それ自体が別にどうって話じゃないんですけど、あれなんですよ、その方はもともと自律神経が弱いっていうことは、当然その中枢である視床下部とか下垂体とかっていうのの影響っていうのは体にすごく出やすいんですけど、眼瞼下垂の手術ってどうしても目に、まぶたのところに麻酔をしますので、まあその影響でその辺はどうしても膜の線が出やすいのかなと。でその横にある下垂体とか視床下部っていうのも影響がゼロではないのかなというふうに思って、あそれでこんな硬くなってんだというふうに思って、そういう見立てをしてその日はやらせていただいたですね。まあでもこれはあくまで僕の見立てなんで、必ず眼瞼下垂の人がそういうふうになるわけでもないし、何の影響もない人もいっぱいいるから、たまたまその方がそういうことだったっていうふうに僕は思ってるんですけど、まあ、それを踏まえた上でなんですけど、でそういう話をして、でその僕が紹介したマスターさんのとこにまた行くからこの話をしといてくださいっていう風に言われたんですね。で、あ、分かりましたとか言って言って電話したんですけど、そしたらまあ誰とは言わないけど、僕のすごい親しいマスターさんだったんですけど、僕がその方のことで話があるっていう風に、電話したらですね、なんかすごい神妙な面持ちで出ましてですね、でなんかもうちゃんと聞きますみたいな感じだったんですけど、いや別にそういう話ではなくってみたいな感じで、こういう風に僕が見立てたっていう話をして、でまた行くらしいよみたいな話をしてたら、すごいびっくりしてたんですよ。でなんかおそらくなんですけど、なんかその方に聞いたんですけど、一回その方の施術院に行った後に家に帰ってくる時にですね、そのマスターさんからなんかもう根性の分かりみたいなメールが届いたらしいですね。でそれって別にその方は、そのマスターさんのことが嫌で変えるとか、なんだろう、信用してないから変えるとかではないし、でもちろん実覚まで否定してるとかそんなんじゃ全くないわけですよ。今の体調がちょっと不安だから違う人にも見てもらおうっていうふうにただ思っただけだと思うんですけど、なんか話を聞いてると、なんか、自分が痛がなかったせいでこんな風になったみたいな、で、自分何なんだら、自分の過ぎたこと全てがダメだったみたいな風に捉えてるんじゃないかなというふうに思いまして、それは全然話が違うよっていうことを言いたいなというふうに思って今これを喋らせていただいているっていう感じです。なのでどうしても、選ばれるとか選ばれないっていうふうになったら、自分の全てがダメなんじゃないかとかって思い
こともあると思うんですよね、当然。でも全然そういうわけじゃなくて、おのおの得意なこともあるし、おのおの苦手なこともあるから、それを補い合っていくっていうのがまあすごい大切で、なんだったらその受ける方の人生が、まあ、楽しく、毎日を生きていけるっていうことのお手伝いが僕らの仕事なので、あの選ばれなかったからといって自分がおかしいとか自分が悪いとか別になんか思いすぎなくてよくて、あの自分のことを信じてやっていくっていうことが本当にあの改めて大事だなというふうに思ったので、ちょっと今日はこんな話をさせていただきました。なんかね、やっぱその方と話をしてても、あのすごいやっぱり通わせてもらってよかった、いいし、あの信頼してるっていう話だったので、なんかあの捉え方っていうのは人それぞれだなというふうに思ったんですけど、なんかもしかしたらこういうふうに思っちゃう方もいるんじゃないかなと思って、今日はこんな話をさせていただきました。はい、すいません。じゃあそれじゃあ今日はこれで終わりたいと思います。それじゃあまた、バイバイ。あ、なんかあの、あれ、外なんで少し小声気味ですいません。じゃあ失礼します。